さあそしてスタート、さあリセットホールのマーシャドウと、はい、さあ私らが V でのスタート、これは舞い上がるか舞い上がる可能性もなきにしもあらず、本当ですかおそらくアルセスダックにエネルギーをつけて終わるのかな、確かにダッシュアンベイまで置けるとベストみたいな、はい、うん、さあプレシャスボール見ています、うん、さあどうなる、おっと確認いた、いましたね、よかったです、しっかりといらっしゃいました、はい、まだ触ります、はい、さあアルセウス&ディアルガ&パルキア登場です、うん、オルタージェネシス GX、はい、もう本当おなじみの安定感抜群の強いポケモンです、カード、さあクイックボール使ってさらにもう1体連れてくるのはもちろんザシアンですね、このアルセウス・ディアルガ・パルキアを場に置いてエネルギーをつけながら不当の剣で終わるっていうのがやっぱり一ついい動きなので、そうですね、完璧な形です、うん、ギアまで置けた、さあ時はの森でエネルギーをしっかり持ってきます、水エネルギーでしょうね、おそらくそうですね、もう一回います、あどうぞ、さあそしてもう一度確認していきます、はい、なるほどなるほどといったところ、うん、これで枚数お願いします。はい、はい、取って上から3枚お願いします。さあ上から3枚、こちらカットですね。はい、切り替えていきます。はい、さあアルセウス&ディアルガ&パルキア、そして入れ替えで前に出てきまして、デデチェンジ。いやもうかなり完璧に近い動き。そうですね、入れ替えることもできたので、仮にパラライズボルトなどから攻められたとしても、うん、エネルギーをつけてオルタージェネシスまではいけるような気がします。うん、さあ手札にクチートも見えました、いろいろなことが想定できる、おっと、はい、早いと早くも使わせていく、どうだ使わせ、あっこれはデデンネクイックボールがまだあるので展開としては助かるが、いやデデンネを出させた、これでもしクイックボールから展開していく場合ポケモン VGX1 匹ってことにもなっちゃうんで、そのデデンネ GX とクロバトル V 倒して勝ちみたいな、ね、展開もあり得る、しかも不当の剣も1枚つきましたね、一つこのオルタージェネシス後のアルティメットレイでサイドを3枚取られないようにするっていうのが一つ大事になってくるところでもあるの で、 そうです、ね、デデンネ GX 出したのはでかい、大きいですね柴山選手、いやここでもう一匹デデネを飾るを得ない感じになると本当に、はい、うん、ボスやグレートキャッチャーがかなり響いてくる、そうですね、怖い位置になりますからね、いやクチート魅惑のウィンク、本当完全に魅惑魅了されてしまいました、あ、はい、さあ2体目デデネ動かざるを得ない GX を置かざるを得ない、あ、上からごめん、じゃあ3枚お願いします、はい、まずはこちら、そうですね、うん、カットしての、そしてデデチェンジ、はい、入れ替えは使わずに、入れ替えもうリセットホールでブラッシュしてしまう、あ、そうですね、確かに姿勢が動かないんですが、かといってバトル版出す敵人のポケモンも、うん、まあ、いないって言ったんですかね、サンダーとかでも、まあ、いいと言えばいいんですけど、うん、やられる前提でも回収ネット、あ、いや、うん、消えましたね、うん、ピカチャ&ゼクロムジェクスが見えましたね、はい、本当ですね、まあ、こうなってくると、まあ、アルセス&ディアラガンドパルキア VS ピカチャ&ゼクロムって感じになるんですけど、はい、まあ、あのザシアン V と組み合わせてる場合のオルタージェネスコミブレイブキャリバー、はい、260ダメージで、うん、まあ、抵抗で240になるんですけど、うん、ピカチャ&ゼクロムに対してだピカチャ&ゼクロムはお守りとかつけられれば耐えられますね、割とブレイブキャリバー受けられると思うので、はい、まあ、あの昨日 の、ね、あの配信とかでもあったんですけどタックボルト追加効果ありとかを狙っていけるんですね、うん、でフルドライブでアルセウスにダメージを置いといて、次の番タックスイッチなどを利用するか、まあ、それとも自身にフルドライブでエネカスクしておけば、うん、タックボルトでザシアンとアルセウス一気に倒すみたいなこともまあできるので、そうですね、うん、5枚取り、うん、まあ、まず雷側はピカゼクを出すならお守りはつけたいっていう、はい、ところですよね、は一つ、まあ、デデンネをもう2体場に展開してはいるものの、そこにお守りをつけて190ライン、うん、アルティメットレイを耐えるというのも一つ手ですね、手ですね、うん、さあここでスピード雷のエネルギー2枚引いてきました、手札も増えてきましたが、どうだ、かなり考えるところ、さあスペースが難しい、先陣の前、もしかすると動き的には
高校1旦目からフルドライブを打てなくはないのかな、うん、電磁で付け替えとかいろいろあると思うので、うん、そうですね、まだサポートは使っていないですよね。ただ、そうですよね、サンダーマウンテンプリズムスターが そこなんですよね。だから先陣の前付け替えがないと3つ揃わない、はい、そうですね、その上で入れ替えなきゃいけない、うん、そうですね、この手札の状況だと解決しない。ボスを打った、ボスを打った、ボスでオルタージェネシスの足止めになればそれが一番いいわけですよね。そうですね。さあ、呼んでくるのは何でしょうか。逃げ根切らせるか、逃げ根が少ないのと、はい、ジャシアも1枚ついてますから。そうですね、どこにするか。デデンネお願いします。デデンネ、はい、デデンネを呼んできました、うん、これでターン返します。さあ、これでターンを返します。かなり苦しい苦しいターン。ボスちょっといいですか。はい、さあ、魅惑のウィンクがとんでもなく機能しました。キャノン掘り使います。はい、どうぞ。もうこうトラッシュを見せるって一つの作業でも相手プレイヤーに、はい、まあ、協力というかリクエストをするってことで、まあ、今回は感染予防という観点もありますが、まあ、はい、コミュニケーションのゲームだなってところは感じます、ね、確かにありますね、うん、これで枚数お願いします。はい、4枚お願いします。さあ、これ入れ替えあるかないか、入れ替えられれば、はい、そうですね、もしくは風船などで逃がせるか、エスケープボードなどで、はい、うん、さあ、これでつきました。もう入れ替え、さあ、入れ替えあります。オルタージェネシスまでは決まる。高い確率でアルティメットレイまで扱えそうですね。さあ、これでメタルソーサーでザシアンにエネルギーが1枚つきます。いや、これ仮にアルセス倒されてもザシアンが動けるぞっていう状況のエネルギーにはできたので、そうですね、かなり強いです。守りあります。さあ、お守りを張った、うん、オルタージェネシス GX、はい、オルタージェネシス GX。 さあ、攻撃力プラス30、そして倒した際に取れるサイドの枚数がプラス1枚されます。すいません、手札何枚あります。しっかり硬いムーブ決めてきましたね。うそうですね。あ、ごめんなさい。あ、なるほど、それはちょっとということですね。こうですね、置いておきます。さあ、どこに勝ち筋があるか。うん、さあ、どうでしょうか。まあ、このターン確実に技は打たないといけない。いや、さあ、手札を見るに、まあ、サポートで、はい、そうですね、この2枚どうだ。そうですね、エスケープボード引けたのはいいかもしれないですね、はい、うん、これでまずは2枚ついてるのか。後ろカップホゲコプリズムスターもあるので、はい、サポート。現状だと、まあ、マーシャドリセットホールしないとフルドライブの付け先もちょっとまあないというかない、うん、自身でもいいんですけどね、お守りがつけば。宿泊後先陣を使って、はい、さあ、そうですね、そこで1個開くからまあ置けばいいのか、はい、お、電磁。さあ、電磁を使ってまず雷エネルギーとお守りですか。まあ、一つオルタージェネスコミブレブキャリバーを耐えるという意味では必要になってくるカードだと思うんですよね。これアルセウス・ディアルガ・パルキアの18点がボス持っているとデデンネに飛ぶ、うん、はい、かといってボス持ってない場合でもピカチュウ&ゼクロムにお守りがないとザシアンがあと1エネで飛ぶという、ね、この 2枚ずつエネルギーがついているのがすごく今強いですね、はい、さあ、ここで戦時の前大きなお守りつけましたね。さあ、1枚2枚はどこに貼っていくか。サンダーにつけました。逃げます。さあ、これで逃げて、これでまずは技を打てる状況。フルドライブ150ダメージです。さあ、フルドライブ150ダメージ、そして3枚のエネルギー前につけるんですかね。前につけていくと思います。もうこのお守りをつけたピカチュウ&ゼクロムでも力強く立ち回っていくしかないところですね。信じて。そうですね、柴山選手側はツールスクラッパーなどが使えればかなりブレブキャリバーが強く刺さってしまう、はい、うん、あ、今ボス見えましたね、うん、まずアルティメットレイでデデンネを取るという一つのルート。あ、ボスが2枚見えてる。うわお、もうこれで、なるほど、ザシアンがピカジャンの時も倒されなければかなり、なるほど、もうそれだけでという手堅いルートにはなりそう。ありますね、うん、さあ、しかしこのピカチュウ&ゼクレも置いとくことによってどういう状況になってくるのか。そうで
ですね。まあエレヒパワーがすごい打てればあのボスの指令から絡めてザシアンとアルセス一気取りでペース作れるってのあるんで、はい、まあ幸い多分この番、柴山選手が新しいザシアン V は置けなさそうな感じなのかな、うん、だとしたら、まあ、アルティメットレオの付け先、うん、余ったところクチッと GX とかになってくるのかなと思うんですけど、はい、まあ、はい、どうぞ。であればデデネ GX を一撃で倒せるほどのパワーは出しづらいので、うん、そうですね、そうですね、だから次の番内田選手が、まあ、追加効果ありタックボルトでアルセスとザシアン双方を打ち抜けるかっていうところですかね、はい、そうですね、うん、わーと要求はなかなか高い部分ありますけども、ここでザシアンの開始でそうですね、しっかり倒しつつ、その5枚取りしつつベンチも並べずにクチートの打点を気にしつつみたいなところもありますね。そうなんです、ベンチ並べるとハスルバイト上がってしまいますので、ただまあ内田選手ボスを持たれていることは知らないので、はい、まあ一発ブレイブキャリバー耐えるしっていうのはあると思うから、この番頑張ってタックボルト、あ、だからタックボルトでザシアンを頑張って倒そうとは思わないのかもしれないんですよね。そうしたとき、場に残ったザシアン V ボスの指令で出てるんで呼んでフィニッシュ、はい、それが見えてくる。だから手札干渉は一個安心のためにしたい、うん、そうですね、と思いますが、そうするとリセットスタンプがなければマリーになってボスの指令は使えない。どっちをどうプレイしてくるか。じゃあリセットホールマーシャドウをボスで、そうですね、倒して、はい、デデンネを倒してその後、リセットホールのマーシャドウを前に出したという形ですね。流れるようにデデンネがバトル版に出てこないぐらいの感じでピョンって飛ばしてそのままイメージです、はいはい、アルティメットレイ使って、いや、しかし手札エレキパワーもあります。2枚あればお守り、鉢巻きはつけられない。エレキパワー1枚はあります。マリーで作ってまあ、でもボスエレッパーだとザシアン倒せないから、まあタックボルト追加効果ありでクチートと一緒に貫いてボスを打たれない読みとか、まあいろいろ考える幅あるんですよね。これザシアンに大きなお守りですかね、あれ。そうですね、ついているのが大きなところですね。大きいですよね、そこの30が。いや、手札干渉でも先ほどボス打たれたばっかりなんでまた連続はないだろうという考えもできます、心理として。しかしあります。あるいはマリーで安心するという心理に至るか。うわ、難しい難しいこの選択肢。さあ、まず元気の鉢巻きサンダーにつけました。ああ、なるほど、このターンサンダーで攻撃していく可能性もあると。ただマリーを使用しましたね。マリー使用しましたね。ここでボスを打たれない可能性がね、はい、出てくるとタックボルトでサイド5枚取れてピカチャンダゼクロム場に残って次の番勝利というパターンも見えますが、エレキパワーも使用せずというところでしたね。そうですね、まあ、目の前のアルセスタックが倒せるので、はい、リセットスタンプも見えますね。1枚でも減らしておくべきなのか、まあ、と思いますよ。打ちましたね、はい、1枚でも減らしておきたい。次何かが倒されるときは多分負けるときに、うん、はい、これしかないな。もうただ山底にあったはずのボスがちょっと一回山の中で混ざっちゃうんですよね。そうですね、僕らにしか見えない現実なんですけど、選手たちには見えないところ。さあどうだ、今博士が見えましたね。だとしても、柴山選手側のデッキにクロバット V だったりデデネジェクス残ってる可能性あるので、はい、うん、おっとボールから引かれるっていう。さあリセットホール使っての、そうですね、ここでまたベンチを減らしていきます。タックボルト追加効果あり、タックボルト追加効果あり。さあ後ろはどこでしょうか。サンダーマウンテンがいてサンダーマウンテンがまあでもここにはあんま行きないかな。サンダーマウンテンあっても、あ、グレートキャッチャーか。なるほど、グレートキャッチャー。ここでデデンネ GX を呼び出しての見事ブレイブキャリバーで決めました。逃さない。そうですね、このスタンプの返しにグレートキャで倒せるっていうのがさすがですね。あ、